ビーズのトークジムにようこそ。ビーズ専門解説の淳です。今日は最後までご視聴よろしくお願いします。ゴールデンウィークもね、終わりに近づいてきましたけど、皆さんゴールデンウィークの方は楽しんでいただいてますでしょうか。今日はですね、ちょっといつもとそのビーズの話ではないんですが、僕は3月に登録者1000人達成して、で3月の22、3日ぐらいに収益化の申請が通ったんですね。今日の動画なんですが、実は先日僕の YouTube のコミュニティでこういうことをやりまして、他の YouTuber さんがよくやってるね、登録者1000人の収益ってどれぐらいなのかっていうね、と今後ビーズ関連じゃなくても YouTuber を目指してみたいなっていう方がもしいらっしゃるのであればですね、どういった点に気をつけて編集してるとか、その辺のね、お話をさせていただこうかなと思います。ビーズファンの方ごめんなさい。今日はですね、ビーズの話題ではなくてですね、その撮影とか編集とか、そっちの方になってきてしまうんですが、また次からはね、ビーズの、お話をさせていただきますんで、どうか一つよろしくお願いします。それじゃあ行ってみましょう。もう皆さんが一番知りたがってるであろう収益額なんですけども、正確な金額はね、YouTube の規約でまだ言えないんですけども、何かに例えて言う分にはいいということでしていただきますと、皆さんサイゼリアって行かれます。サイゼリアのパスタが1日1回食べれます。わかりづらい。わかりづらいですよね。ビーズファンの方がこの動画を見てると思うので、もっとわかりやすい言葉で言うと、今度のライブジムのチケットありますよね。S 席のチケットは買えるけど、SS 席のチケットは買えないかなっていう感じ。なので大体この金額からこの金額ぐらいかなっていうのは想像つくかなと思います。よく言われてるのが、再生1回につき 0.1 円ぐらいがその YouTuber に入ってくるっていうふうに、言われてる方も結構多いんですけども、僕の場合ですと実はそうじゃなくて、もうちょっと高いです。実は 0.1 ではないですね。動画によってはそれのどうでしょう、 4,5 倍ぐらいはある動画もありますし、円習率よりかはちょっと高いぐらい。ただ大元の再生数がそんなに多くないので、もらえてる額としては先ほど申し上げた通りぐらいの金額なんですけどね。編集してる時のソフトは何ですかっていうね、ことなんですが、最初の80本ぐらいはアプリのパーフェクトビデオっていうアプリがあるんですけども、これ大体600円ぐらいだったかなって買って、最初の80本ぐらいはスマホで撮って、そのままスマホで編集してっていう、でスマホでアップロードするって全部スマホでやったんですね。で途中で編集ソフトを変えまして、もう今では iPad で全部編集してるんですけども、ルマフュージョンっていうねアプリを使わせてもらってます。でこちらがですね、パーフェクトビデオがさっき600円って言ったんですけど、こちらがですね約3600円ぐらいだったかな。なんで編集ソフトを切り替えたかっていうところなんですけども、パーフェクトビデオって決して悪くないんですよ。使い勝手良かったんですけど、できることが少ないんですよ。例えばテロップを何個も重ねるっていうのがあんま強くないし、テロップのね出し方なんかもね結構ね幅が狭いんですよ。で別にそれでもね、別にユーザーさんが見にくいって言われたわけじゃないんですけども、どうせ見ていただくんだったら面白い方が見やすい方がいいかなと思ってね、今のアプリに行き着いてます。ただこのアプリでもやっぱできることって限られてるので、もうちょっとね登録者さんが増えれば別のもっといい編集ソフトを使うことも今考えてます。そのカメラなんですけども、カメラ自体は実は今年の3月まで自分が使ってる iPhone11で、撮影の方をさせていただいておりました。で今使ってるのはこのカメラはですね、DJI さんが出してる、ポケット2っていうカメラを使わせてもらってます。これね、なんでカメラを買い替えたのっていう思われる方もいらっしゃると思うんですけども、まず1点目が、ビーズ関連の動画を撮ってる時って途中で僕も知識がたまに抜けてる時あるんですよ。例えば歌詞だったり、発売の年月日だったりねっていうのをスマホでその場で調べるんですね。でこれがね、iPhone で撮影してるとそれができないんですよ。こっちの方が便利っていうので、そうさせてもらってます。で、もう1点がですね、実は僕はYouTuber というのは半分趣味みたいなもんでやってるんですけども、普通にお仕事としてクライアントさんのに頼まれてる動画を撮りに行ったりすることもあるんですね。で最初も僕それ本業ではなかったんですよ。実は副業みたいな感じでやってて、 iPhone にそのジンバルっていうやつを取り付けて、でブレないように撮るっていうやり方をしてたんですけども、本業に至らないんですが、そこそこ仕事はいただいてるっていうところで、パッと見なんかスマホでやるのもなんか安っぽいなと思ってね、だったらもう思い切ってカメラ買っちゃいと思ってね、このカメラを買ってます。はい、次編集で気をつけてることなんですけども、今皆さんが見ていただいてる動画っていうのは若干ですが色彩の補正をかけてます。ちょっと一旦色彩をこれ元に戻してみましょうか。はい、これが本当の原色なんですけども、編集においては
これにしてます。これなんでこんなことしてるかというと、やっぱ少しでも綺麗に見ていただきたいっていうのと、あとそういうのがないと、なんかその撮ってんのに何もそういうのを気にしてないって思われるのもちょっと嫌だったので、そうしてます。なので結構ね、僕の動画見てると画面が明るかったりするんですけど、まあ、それはね、あえてさせてもらってます。とまだ他にも編集で結構気をつけてることがあって、僕の動画って大体の動画はですね、皆さん大体スマホで見られると思うんですけど、多分こうやってねインジケーターを動かしながら見てると思うんですけども、今僕が何についてどのことを喋ってるのかっていうのを、どのタイミングでインジケーターを動かしても何について喋ってるかっていうのが一目で分かるように、させてもらってます。これがですね、ないとですね、その僕が何について喋ってるかっていうのが分からなかったら、そのまま動画閉じられてしまうと思ってね、そこに気をつけてやらせてもらってます。あと、まあ結構僕もその気を使ってるのが、このテロップの入る時の効果音だったり、そのバックで流れてるミュージック、僕的には結構ね気を使ってるというか、少しでもねお聞き苦しさがないようにさせてもらってます。動画作ってる人はあるあるかもしれないんだけど、こういう動画を編集してテロップも全部つけてバックのミュージックを選んでる時が一番ね楽しいんですラジオ的な感覚で聞いてもらったらありがたいなっていうふうに思いながらも作らせてもらってます。他にも気をつけてることがあって、まあ、大体僕の動画って10分前後ぐらいだと思うんですけども、意図的にそうさせてもらってます。というのもやっぱり15分以上だと長いんですよ。僕が例えばその芸能人とかだったら15分以上の動画でも全然いいんですけど、そうでもないやっぱり普通の一般の僕がその15分の動画はね、多分見る人にとっては長いと思うので、まあ、僕だったら10分以内だったら見るなっていうところで、10分以内っていうのをある程度ルールにして、動画を編集させてもらってます。で、大体動画1本撮るのにデータ自体は20分ぐらいあるんですよ実は。で、それをもうカット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 しまくってですね、10分ぐらいに留めてます。僕の動画見てもらうと、僕がもうなんか隙間なく喋ってるように 見えるかなと思うんですけども、動画の生データ見るとですね、1分ぐらい時間が空いてるとか、何回も噛みまくって、その都度言い直して、それがまた時間かかってるとかね、結構あったりするんですけどね。見られたことある方いらっしゃるかもしれないんですけど、レペゼン地球っていう DJ グループがあるんですけども、その中の DJ 社長というリーダーの方が YouTube でね、40分間喋り続ける動画があったんですよ。あれ見て、ね、僕はすごく感銘を受けたんですよ。こんなにいっぱい喋ってるのに全然なんかこう飽きないというか、あれやっぱ編集が上手くて隙間を全部消してるんですね。なのでスキップする暇がないぐらい、けど話が面白いからやっぱ40分見続けられるっていうのは前提ですけどね。これで喋ってる時に気をつけてることなんですけども、真面目にやってはいるんですけど、あんまりその堅苦しさがないようにさせてもらってます。あくまで柔らかくねで、ちょっとこう僕なりのお笑い要素も入れつつまあちょっとシュールな絵もたまにあるかなと思うんですけどね。たまに僕の動画でコメントいただくのが、いらないあれも捨ててしまおうみたいな、こう歌を歌う時に、エフェクトをかけてるんですけども、まあ、これをなんかその聞き苦しいって思われる方もいらっしゃるかなと思うんですが、理想はその生音源流したいんですけども、みんなご存知だと思うんですけど、著作権があるんで流せないんですよかといって僕そんなに歌が上手いわけでもないし、でどうしても歌のことをお伝えしたいって時に自分の生声を聞いていただくのもちょっと、ね、恥ずかしいっていうのもあって、あのスタイルをとってます。今しばらくあの方法でちょっと曲の紹介させてもらったらありがたいです、まあ、なるべく最近は少なめにしてますけどね。まあ、僕はビーズ関連のことをメインにお話しさせてもらってるんですが、雑誌とかウィキペディアとかに書いてる内容っていうのは大体網羅して読んではいるんですけども、それをそのまま読み上げないようにしてます。もちろんそれを読んだ上で、自分の主観と織り交ぜながら喋っております。これ何がいいかというと、当然僕の主観が入ってるわけなので、見ていただいてる方一人一人にも当然私はこう思いますとかってあるはずなんですね。すごくその皆さん視聴者の方優しい方ばかりですから、コメントでね、ちゃんと私はこう思いますっていう主張をねいただける方が非常に多くてですね、でこれがですね結果的にコメント欄がやっぱりある程度埋まりやすくなるっていうかね、それが僕にとってすごく嬉しいことなんですね。最初のね僕も10本20本ぐらいはコメントが全くつかなかったんですよ。それがねすごく寂しくてですねYouTuber を目指していきたいっていう方はですね、多分最初の、10本20本はほとんど見られないと思っていただいていいと思います。僕も30本ぐらい作った時にちょっとだけこう見えてくるものがあって、あ、こういう方がいいんだ、ああいう方がいいんだっていうのがちょっとずつ見えてくるタイミングなんですね。まずはそこまで続けて、で僕はやっぱり100本ぐらいやって、僕にはこっちの方が合ってるんだなっていうのが少しずつこう道が見えてくる瞬間があるんですね。なのでどうかね挫折しないようにですね続けていただいたら、いいんじゃないかなと思います。ちなみにね僕は登録者、1000人行ったのが200本目ぐらいの時の動画でやっと行ったのかな。いやすごく嬉しかったですね。失敗したなっていう点がね実は結構ありまして、最初はですね思いつくがままにやってたんですよ。実は最初の50本ぐらいはもう思いついたらすぐ撮ってっていうのを繰り返したんですよね。で
て、まあ、思いついた時に撮るのが一番その動画としては面白いのかもしれないんだけど、しっかりはその頭の中で台本を作ってなかったんですね。実はこの目の前にホワイトボードを置いてるんですけども、そのホワイトボードにその段落だけ書いておいて、それに沿ってね動画を撮るようにしてますだから最初の方の動画ってね、僕も見られるのは結構実は恥ずかしいんですよ、下手くそだから今でも決して上手いとは思いませんけどね。それでも最初の方に比べたら少しは上達したのかなっていう気はしますけどね。だけどそうなったのも本当にね、見ていただいている皆さんいらっしゃるからだと思います。ありがとうございます。ただそれでもね、まだまだ足りないところがたくさんあるかなっていうふうに僕個人は思うんですけどね。はい、というわけで今日はですね、ちょっとビーズの話ではなかったんですが、いろいろ話させていただきましたが、いかがだったでしょうか。 YouTuber を目指される方もいらっしゃるかなと思うんですが、もちろんテクニックとかそういうのもいるんですけども、どっちかというとこれはね根性に近いです。続けるんだっていう今日のこの動画がね、少しでもそういう方の励みになれば、本当に嬉しいかなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次はちゃんとビーズのことを語りますんでそれでは皆さんさようなら。